高要塞に来ちまったが、フランス軍を討伐するだ。なんだ、フランス軍を討伐するだ。ゲート開けまーす。そしたら敵がいましーた。その話し方だいぶムカつくからやめてください。わかりましーた。いけ。味方がダフを攻め、敵を集めているうちに、一匹狼の私はエドワードを制圧しちゃうぞ。え、今ぼっちって言った？言ってません。一匹狼って言いまーしーたー。どうやったらぼっちって聞こえるんだよ。準備よし。はっは、投通霊気。ぼっち頑張ー。もうめんどくさいからぼっちでいいです。そろそろ弾がなくなってきたな。誰かー弾薬くださーい。ちょうどいいところに援護兵さん来てくれましたね。弾薬くーださい。弾薬くーださい。本当に来てくれただけ？弾薬ください。ちょっとみんな聞いて、この人弾薬くれないんだけど、もしかしてトイレに行っちゃったのかも。おいこら弾薬よこせって言ってんだろがよ。私のことが嫌いなのか、何か私が悪いことしたか、お願いします本当に弾薬がなくなりそうで困ってるんで。ほらー嘘話じゃー。味方から弾薬もらえなかった悲しさ、受け取れ100パー。お姉様いろんな方面に敵作るのやめた方がいいですよ。ああやって弾もらえなくなりますからね。気をつける。まあ弾薬きっと持っていない方だったかもしれませんけどね。どこほっつき歩いているんですか？ラフの外側だよ。ラフの外側からの攻撃が鬱陶しかったので、お芋さんたちを駆除しに来たよ。と言っても、あまり活動可能エリアはないんだけどね。敵陣地に近い場所ですもんね。まあここら辺で狙える敵を狙う程度かな？ここは案外バレない場所なのか？やっぱー。もうちょっと攻めてみましょう。今の私ならいける気がするぞ。そうではないみたいですね。いつもの私だった。ちなみにこのマップでは、チャーリーに火炎放射兵、バターに警戒兵のキットがあるよ。追加された残壕強襲兵は使えないんですね。このマップではないみたいだね。あれは殴り一撃で倒せるからだいぶ強いね。医療品箱も持ってるから回復も自由自在だし。エリート兵で医療品箱とはなかなかの強者ですね。次は残壕強襲兵が出るマップでもプレイしてみたいね。私赤い花がたくさん咲いているマップ行きたいです。行けば？はぁ、そうだね赤いお花たくさんある場所行きたいね。その前に目の前の敵を倒さないとね。そういえばさっきエツキグレネード使ってましたね。今まで衝撃瞬間グレネード使ってたのになんで？って聞きたいんでしょ？今まで殺し損ねた敵を殺すために、衝撃瞬間を使ってて、それはそれで強かったんだけど、集団の中に投げた時、マルチキルしやすいと感じたから、エツキを使ってみてるよ。結果どうです？使い手がいいからか、いい働きをしてくれてるよ。ってことはすごい優秀な武器なんですね。下手くそが使っても殺せるなんてすごい、強い、お見事。使い手がいいからって言ったんだけど、あ、下手くそ死んじゃった。うるさい。バターが敵の手に渡ろうとしている。一匹狼のレミリア、これを阻止せんと向かわん。ぼっち、ぼそ。敵の数はいかほどか？イカ食べたいですね。帰ったらイカ捕まえに用に出ようか。そこから？はっぱっぱ、キャッパー。おにょにょにょん。おにょにょにょん。後ろで味方が殺されているのに前だけを見る君は肝が据わっているな。気づいていなかっただけ。グレネードだー。危なかグレネードだー。敵を怒らせてしまいましたね。グレネードだー。さっきから何やってるの？必死にグレネードから逃げられるかごっこ。逃げられませんでしたね。残念。チャーリーが危ないぞ。危ないぞったら危ないぞ。レミリアの方が危ないぞ。むしろお姉様が危なくない時の方が少ないですけどね。危ないので草むらで待機中。出ても大丈夫ですか？命は何個もあるんですから、行きましょう。残り HP9、スドン、スドン、今のはないわー。おにょにょにょん。もしかして大型アップデートで、レミリアのエイムがガバガバになるパッチ入った？今までもエイムひどかったのに、さらにひどくなるとか泣きたくなりません。毎晩枕を濡らして寝てるよ。よく映画とかでさ、うん。敵兵士が主人公に対して狙い撃ってるのにさ、うん。全然当たらないってシーンあるじゃんね。うんうん。私、あれはただ単に主人公補正によって外れてると思ってたんだけどさ、違ったわ。絶対現実世界だと弾なんか相手に当たらない。だからこそゲーム世界では当てさせてほしいですよね。全然当てられない子もいるようですけど。え、何喧嘩売ってる？ブシャー。ブシャー。敵いませんね。敵がいなくても炎は出し続けておくことで、生存率が上がるのさ。ほら、気づかなかった敵にも気づける。ほんとだ。でも後ろの敵に対してはノーガードですよね。ほんとだ。このマップ、メトロやロッカーが好きだった方は好きになれるのではないでしょうか？それら二つのマップみたいに一直線ではないため、グレネード合戦が起きにくいのがいいですね。あれはあれで地味に好きだったり、現実世界で疲れた時は、メトロッカーで無心になってグレネードを投げるんだ。そうすると嫌なことをすっかりさっぱり忘れられる。週末、病院行きましょうか。ね。てかなんだかさっきからうるさいな。おにょにょにょん。おにょにょにょん。やっぱマイハートって曲は最高だぜー。自分の世界にのめり込めるっていうか、引っこもれるっていうか、とっても最高な気分だ。やっはー。バトルフィールド1にもマイハート症候群を発症した野郎が現れてしまったか。まあバトルフィールドの醍醐味と言っていい気がしますけどね。確かに確かに。
そしてちょっと戦ってたらすぐバターを取られてた。このマップは回遊魚が多くなりがちですかね。回遊しやすいしね。それかみんな回遊しつつマップを覚えているのか。おにょにょにょん。おにょにょにょん。この音楽はまさか。どうやら気のせいだったみたいですね。ねえ君なんでマイハートしないの？それを言うのは少々わがままかと。ねえ、ねえってば、忠誠。なんだ気のせいか。マイハート不足で幻聴が聞こえるようになってきたかも。何それ、忠誠？さっきとは違う方のようです。ってことはもしかして、来たー！やっぱマイハートって曲は最高だぜー。あら、今回は早かったですね。いやいや、これだけ聞ければ十分さ。この勝負、もらいましたぜマイスター。おにょにょにょん。おにょにょにょん。なんだか敵さんがすごい勢いで吹っ飛んでいったね。何もかもどれもこれもマイハートのカゴのおかげかな？エドワードからの敵を待ち伏せ駆除作戦ですか。その通り、えへへ、やったー。あれれ、一人しかキル取れなかったのか。こっちに気づいたかな？とりあえずグレネードをプレゼント。敵は来ていたようですが、倒せはしませんでしたね。倒せたよ。そうですね。あとは私は立てこもり作戦を発動し、敵の嫌がらせに徹する。ほんとだ。ほんとに嫌がらせしてるだけだ。キル取れるなら取りたい。グレネードだー。グレネード合戦にはならないとはいえ、グレネードが飛んでくる数は多そう。グレネードだー。急いで外に出て扉を閉めるのです。なんで内側に残って扉を閉めるのですか？次回までの宿題とさせてください。自分の失態を説明するのにそんなかかるのですか？嫌がらせタイムの時間だよ。やったー。そういえばグレネードは時間経過で補充されるようになったね。エツキだと36秒で回復とか。弾薬箱の近くだと時間が短縮されるらしい。グレネード合戦にならないための措置なんですかね。合戦はストレスの吐け口だったのに。何この集団。やったー。最後の君は銃剣で殺す。ちょっと避けないでー。かっこ悪い。銃剣突撃は急に方向転換できません。奴が勝手に急に動いたから悪いんだ。ジャーリー取られ始めてますね。敵はどこだ？エツっぽーい。マルチキル取れますかね？取れましたー。ガッハッハ。マルチキル取れたことだし、今回はそろそろって。燃え尽きろ。ガッハッハ。ってことで、カーチマーしたー。このマップだけでもだいぶ楽しめそうですね。メトロッカー好きはそうだろうね。武器も増えたことだし、アンロックを進めていきたいね。そういえばそれもありましたね。ちなみにこのマップ、多分だけど回遊魚してるだけでだいぶポイント稼げそうな。1位の人えげつな。ってことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。